酔っ払い怪獣をやっつけろ。お酒は飲んでも飲まれるな。さくがかいひげる。今日はパパ遅いね。ゴンゴンゴン。パパかしら。僕ドアを開けに行くね。とお兄さんは 玄関に向かいました。おかえりなさ。ガオーンか怪獣だ。助けて。どうやったらそうなった。怪獣はかまわず家に上がり込みました。黄色の息を吐きかけると。 頭がクラクラ生温かくてくさいよあーれー怪獣はママを持ち上げ妹を投げ飛ばしお兄さんのつみきも踏みつぶしてしまいました <laughs> ママを離せ 僕が戦うぞお兄さんはマントをまといヘルメットを身につけて怪獣に水鉄砲を差し向けました装備をめっちゃ弱そうピュー撃った水鉄砲が怪獣の目に当たりましたふぎゃー怪獣は のたうちまわりましたぐぎゃーもう一匹怪獣が現れました,た仲間のピンチに助けに来たのでしょうかもうだめだ<は>ところが二匹の怪獣は 喧嘩を始めてしまいました。<何>尻尾で叩かれ怒ってしまったのです。なんでそうなる？不屈。お兄さんは隙を見て布団にくまでを打ち込みました。一緒に引っ張って。 O, S, o, S がんばれーどさどさどさ押し入れから布団がなだれのように怪獣の上にふりかぶさってきました怪いじゅうはピクリとも。 しなくなりました布団のなだれに倒されたのですママ僕勝ったよあれチュンチュンチュン朝目を覚ますとパパと隣のおじさんが寝ていましたどうやって夜寝てたんだ飲みすぎ お酒はほどほどにこれパパじゃんパパじゃんおしまい登録登録作る励みになりますのでチャンネル登録お願いします 制作ヒゲラクゼ社昭和日本レトロ話ナシー次回はピーマンの王女がピーマンが苦手な人を救うお話ですお楽しみに